ははいこんにちは一郎です、えー、本日からですねパイラッツのバージョン2についてに関するコンテンツをですね、えー、ビデオだったりメルマガのメルマガからの文献紹介だったりしてお話ししていきたいと思いますまあビデオが終わったらですねできれば、あのー、アンケートの方にですね答えていただきたいと思っていますよろしくお願いします まあ本日はですね、パイラッツバージョン2についてのちょっと説明と言いますかね、まず何かっていうことを話さないといけないかなと思っています。なんでこんなのが出てきたのかっていうところがあると思いますからね。で、まずそもそもですね、まあ、これアドメテック財団っていう、アドメテックファウンデーションというところのホームページからちょっと引用させていただいた画像なんですけども、 まあこの非営利団体で生命を脅かす疾患の早期発見と治療に変革をもたらしているというこのアドメテック財団というのがアメリカにあるわけですけれどもでそのマノグラムプロジェクトというのが前立腺がんの危機を集結させることに専念するというふうになっているわけですねこの財団がそういうことをやっているということなんですけれどもでこの財団のページにはトップページにブレストキャンサーが8人の女性に1人発症すると。 でそのマンモグラムがその命を救っていると言うんですけども、プロステートキャンサー、アメリカで,ですね7人に1人なんですね、つまり女性よりも男性のその前立腺がんにかかる確率の方が高いということになっているんですけれども、ウェアイザーはマノグラムと。 け、まあ、けてるわけですけども、もそういういののはいったあるのかといいううような感じでで、えー、疑問符で、えー、書かれていますで、そのページの下の方にですね、まあ、プロステッドキャンサーは早期に発見できれば5年生存率は100%なんだけど遅くなって見つかったらもう28%しか5年生存率ないんだよということで早く見つけることが非常に大事なんだということを強調しています。 で、パイラッツバージョン2があるわけですから、バージョン1っていうのもある,あるわけで、2012年にですね、この今言ったアドメティック財団の国際前立腺 MRI ワーキンググループである欧州泌尿器生殖学会ですね。まあ、ESUR とこれから訳しますけど、この欧州泌尿生殖学会が文献及び専門家の意見に基づくマルチパラメトリック MRI の臨床ガイドラインを発表しました。このマルチ パラメトリック MRI、聞き慣れない言葉ですけど、聞いたことある人はまあいいんですけども、聞いたことなければ、もう非常に聞き慣れないですよね、NPMRI とか訳してますけども、これはまあいちいちこう名前を大きくつけてるんですけど、まあ、中身見ると大したことないですね、T2 と T1 とディフュージョンと ADC マップとダイナミックを含んだものを、まあ、2008年頃からこういうふうに故障するようになったっていうだけなんですね。 別に特別でも何でもないです。腹部であればこの、このぐらいやってるのは当たり前ですよね、肝臓だったら。肝臓は絶対こんなのやってますし、えー、特別に名前つけてはいないですけども、泌、まあ、尿器科の領域では、まあ、こういうふうに特別な名前をつけてしまったと、まあ、行々しい名がついているということになります。 ま、MR スペクトログラフィーもこの中に混じってたりしたわけですけどね。あの、パイラッツ1の時はですね。そういうことで、まあ、行漁しない名前が付いているのかもしれませんけれども、まあ、そのガイドラインをとにかくこのアドメティック財団の、ま、国際 MRI、えぇ、ー、ゼの国際 MR ワーキンググループである ESUR が、マルチパラメトリック MRI の臨床ガイドラインを発表して、このガイドラインには画像報告及びデータシステムである、このパイラッツバージョン1が、 組まれていいたととうことになるわけですね、まあ、ここでパイラッツバージョン1から2へのグレードアップですけどもバージョンアップっていうんですかねでその後 ACR ですねアメリカンカレッジオブレディオロジーもそこに入り込んできて、まあ、ESUR とアドメテック財団が、まあ、元のバージョンのパイラッツバージョン1と比較して多くの重要な変更点を組み込んだパイラッツバージョン2というのを 2015年に発表されて PDF になっているわけです。これはもうフリーで取ってこれるわけですね。60ページの PDF を発行しているわけです。このパイラ a バージョン2に基づいて診断していきましょうということになるわけですけどもこの目的は簡単に言ってしまうと患者に用を与えうる臨床的意義のあるがん。 まあ、セグニフィカントキャンサーを検出することと、良性病変とか予後に全く影響しないラテントンこのラテントガっていうのは、生前臨床的に、全員性癌の症候は認められず、死後、解剖によって初めて確認される癌ですから、まあ、これはまあ、どうでもいい癌と、癌じゃない癌ですよね。まあ、死亡に影響を与えない癌ですね。まあ、そういうようなもの、つまり良性病変に近いものですよね。そういうものと、良性病変。 を含めて癌、えー、とちゃんと臨床的意義の癌と分けましょうということなんですねで、臨床的意義のある癌というのはどういうものかというとグリソンスコア7以上の癌あるいは0.5ミリリットル以上の病変それから前立腺外進展を示す病変を指しますまあ、こういう臨床的意義のある癌をまあ、MR で、えー、抽出しましょうというのがパイラッツバージョン2の目的ですね でもっとこの細かいところのですねそのさっきのこの PDF の中に書いてあることをちょっと堅苦しく読むとバージョン2というのは、まあ、未治療の前立腺がん疑いのある患者における検出位置特徴付けそれからリスク層別化を改善するに設計されていて全体的な目的は、まあ、最終目的というのは、まあ、患者の予行を改善することですね。 で具体的な目的は以下のとおりですというふうに説明されていて、前立腺のマルチパラメトリック MRI のための最低限許容できる技術的パラメータ、まあ、これは最低やってくださいよという、撮像造の技術的な、まあ、取り方ですね、それを確立しましょうというのがまず一つ目的で、それから放射線レポートの用語と内容の簡素化、それから標準化をしましょうということですね。 で標的整検のための MRI データの使用を用意する、用意すること、それから疑いやリスクレベルをまとめた評価カテゴリーを作成して、監視療法、まあ、ウォッチングしていくのかと、患者さんはただ見ていくだけの療法ってありますよね、PSA がちょっと上がってるんだけども、1回整検しためた,見たけれども、何もがんが出なかったと、じゃあ、監視療法しましょうっていうようなことになったりする。まあ、それを あそういうことをするのを、まあ、MR の段階で鑑別しましょうとか、そういうようなことですよね、まあ、バイプシーせずに、それから即時介入するべきものを見つけたりとか、そういう患者選別のために使用することができると言っています、それからデータ収集と結果の監視を有効にすると、から放射線専門医に全日 MRI の毒について教育する、この毒液教育という意味も含めているわけです。で画像解釈が まあ読み方が一定しないとですね多様化してしまっているのでバラバラな読み方になりますねそれを一定化させるつまり多様化を減少させるっていうことそれから関わっている臨床化とまあ非常にコミュニケーションですね共通用語として語られるようになるということですね学術的なコミュニケーションを強化するということがこの具体的な目的ですじゃあ日本の現状はどうなっているのかっていうと、まあ、まずアメリカではあんな 状態になっているわけで7人に1人という状況になっていて、まあ、危機的状況でアドメティック財団が動いたということになっているんですけど、日本の現状ではどうかっていうと、まあ、年間罹患数はどうかっていうと、1982年に4362人だったものが、2012年には7万3145人と、男性がの第4位に躍り出てるわけですね、で2015年の前立腺予測罹患数っていうのは、年間9万8000人、まあ、男性がの1位になると。 いうふうに予測されています PSA 検査を基盤とした前立腺がん検診で発見さ,るされるがんというのは、えー、臨床診断がんと比べて優位に進行がんと転移がんの割合があ低いとつまり、えー、どういうことかというと PSA 検診というのは、まあまあ、これはまだ制度検診ではやってませんけれども、まあ、PSA を、まあ、50歳とか60歳とかになってから、まあ、何も症状がない状態で がんっていうのは、まあ、臨床的になんかどっかおかしいって言ってやってきたものと比べると、優位に進行がんとか転移がんの割合が低いですよっていうことは、もうすでに言われていることですね。で、このガイドラインですね、全日腺がん検診ガイドライン、検診ガイドラインから、まあ、これらを引用したものなんですけども、その c q 2 2には、初回の精密検査として推奨される検査法は何かって書いてあるんですけども、 T2 拡散にダイナミックを加えたマルチパラメトリック MRI は臨床的に意義のある、まあ、さっきも言いましたね、クリニカル責任ラントがん。まあ、そういう全立腺がんの発見に有用であるけれども、殺造法を並びに、えー、毒液基準の統一化などによって診断精度を向上させる必要があるっていうふうに、えーまあ、言っていますね。まだ、まあ、パイラツのことをこの中では言ってないんですけども、もうすでにマルチパラメトリック MRI っていうのは、全立腺癌 検診ガイドラ NPMRI って,きて,いるとって、まあ、これを訳しますけど活用することで約4分の1の症例で不要な政権を回避できる可能性が、まあ、報告されていると、まあ、それがこの論文ですけども、まあ、ランセットの2017年ですねで軽直腸的超音波ガイド下の系統的前立腺政権陰性症例に対して再政権を行う前に MP m p m r i を行うことが、まあ、推奨されているっていうふうに、まあ、このガイドラインの中でまあ、書かれているわけですただこの中で明瞭にパイラッツっていうことはちょっと書かれていないですけどもまあ、案に示唆するようなマルチパラメトリック MRI という、まあ、ほぼパイラッツの読み方しましょうよって言ってるような近いことを言ってるということですねでじゃ 前立腺が診療ガイドライン、2016年に発表されてるんですけども、まあま、パイラーツの認識っていうのはまあ遅れていることは確かです。P69 から、えー、5の診断方法、マーカー画像整形の項目を見てみて、そこに CQ4、原発層の評価に、えー、T 病気診断で、ね、どのような検査が推奨されるかっていうのが。 P80 から載ってるんですけども、推奨グレード B なんですが、マルチパラメトリック MRI が推奨されていると、生検後3週間空けること、サンテスラ MRI なの代表交流でも十分な画像が得られるということ、それから MRI では、毒液者の経験による身体のばらつきが大きく、殺像、毒液の標準化の指標として、パイラッツが提唱されたと、ここで初めて、この診療会社の段階でちょろっとだけパイラッツが提唱されたって書いてあるんですね。 だからおそらく次の2016年の次の診療ガイドライン、全線がん診療ガイドラインの中には、明確にパイラッツの説明を組み込んだことが書かれるだろうということが、ちょっと案にこう言われているというふうになっています。で、その中では最近のメタアナリシスの結果を言って、病変検出感度が78で、特異度が79と報告されているっていう、まあ、そこまでにまだとどまっている状況です。まあ、日本はちょっと遅れているわけですね。 でもすでにパイラッツバージョン2と2015年にも世界で発表されちゃってるわけです。だからもう遅かれ早かれやんなきゃいけないということですね。で、例えばこの鴨井先生前立腺がん診断における MRIUS フュージョン政権の役割という論文が泌尿器外科の2017年3257か261に発表されているんですけど、実はこの論文を一郎がですね、まあ、 皮肉科の先生にパイラッツの話をして、そういう読み方した方がいいですかって言った時に、まあ、若い先生だったんですけど、まだ全然パイラッツって何みたいな感じでクエスチョンクエスチョンだったんですけど、それから2週間ぐらいしてですね、この論文をご自分でこっちの方に持ってこられて、パイラッツのスコアと、これ2、3、4、5ってスコアと、まあ、このグリソンスコアの、うん、グリソンスコア3 4, 6, 7, 7, 8,、えー、4、6、7、7、8、 9以上というのと、まあ、完全に相関してるっていうので驚いて、まあ、持ってこられたんですねで政権前 MRI によって約60%程度の症例が MR 所見陰性と判断されておりこれらの症例に対する不必要な政権を行わずに済んだ可能性があるというふうに、まあ、この論文の中で言ってるわけですね MRI 所見陰性症例に対して系統的政権を行った場合に臨床的意義のある前立腺がんが禁止される可能性が5%程度、まあ、そんなに高くはないんだよと MRI が陰性だったらですねで経過観察によって MRI 初見の変化を見てからの治療開始でも遅くはないよと MRI 初見に基づいた政権症例の選択及び選択的な政権っていうのは高リスク前立腺がんを効率よく診断できる可能性があるというふうに、まあ、この論文では言っていますもうすでに日本人が泌尿機械の方からそういうに書かれているわけですつまりこの臨床側がですね非常によく注目しているということですね まあこれはある意味 EOB に似ていて EOB もどうしても臨床側が欲しかったツールだったわけですね EOB の画像診断っていうのはでパイラッツに関してはどっちかというと同じようにですね EOB と同じように臨床側がこれで読んでほしいとまあ言ってくるまあ知っていればですね知らないとまあわかんないんで 6A のそのまま判断するということですけどまあパイラッツ3なら3 4だら4ってはっきり言われた方がですね、向こうとしては楽ですね。どうやってアセスメントしたらいいかが一瞬でわかるので、こうかもしれない、ああかもしれない、がかんかもしれない、うん、どっちなんやって言われるよりは、まあ、放射線界の方から、パイラッツの、パイラッツ4ですよとか5ですよとか、あ、これちょっと微妙なんで3ですよっていうふうな言われ方をした方が向こうは取り扱いしやすいということになるわけです。はい。ということで、まあ本日は、 まあここまでなんですけども、まあ、ちょっといくつか用語が出てきているのでもう一回おさらいすると、えー、マルチパラメトリック MRI ですねこれは何かというとマルチパラメトリック MRI っていうのは要するに簡単に言うと T1T2 ディフュージョン ADC ダイナミックを組み合わせた画像診断で PIRATS、えー、バージョン2 をやる上で、必要な最低限な殺造法であるということになるわけですね。それをマルチパラメトリックマライって言い方をしているわけですね。まあ、行々しく名前を付けたと。それから、まあ、印象的に意義のある癌っていうのは、まあ、グリソンスコア7以上の病変、0 5ミリトル以上の病変が前立腺外エクストラプロスタティックエクステンション、EPE とかって、まあ、略される。また、あ、これもちゃんと覚えておかないといけないんですけど、 前立腺外をを示すす。病変を臨床的意義のあるがんといいう,うに言っていますこれも覚えておかなきゃいけないんですね。それからインデックステューマーっていう概念があってですね、これも、まあ、今日は出てこなかったんですけど、とりあえず一回今日触れておいた方がいいかなと思って話するんですけども、 前立腺がんは、まあ、多発することはよくご存知だと思います。まあ、あっちにもあり、移行後一棄にもあり、変異期にもありとか、変異期に両側にあったりとかっていうのはよくあることですよね。で、それぞれ遺伝的に異なる存在で、まあ、大きさと発生部位から前立腺病変の悪性度が全然異なってくるわけですよね。生命予染に影響を及ぼす可能性があって治療の対象となるものを、まあ、インデックステューマーとー言いたいわけですけども、具体的にどうなのかっていうと、まあじ 実際問題はっきりしてないんですね。ただ候補としては、まあ、美容医学の側から、グリソンスコア7以上の病変はインデックスというものの候補であるというふうに言っています。しかし、グリソンスコア6でも大きい場合はその可能性もあるよということで、まあ、結局現在ガイドライン上は、明確なグリソンスコアと大きさの定義は存在していません。はい。以上、まあ、今日はですね、えー、ちょっとまとめのスライドは用意してないんですけども、 まあグリーソンスコアの、まあ、成り立ちというかね、発言とか、そういうところから、まあ、臨床的な意義のある癌という、まあ、用語とか、インデックステューマーとかですね。それから、まあ、前立腺のパイラッツの分類をすることによって、まあ、いろんな政権を回避したりできるとか、そういうのも既に日本人が論文を書いていると。まあ、日本語ですけどね。で、まあ、こういう対比したデータも既にもうあったりします。 ということで、まあそういうようなことを、まあ本日ね、解説させていただきました。えー、以上ちょっとまあ聞いて、まあ感想の言葉でもいいんですし、まあアンケートをとりあえずいただきたいのと、まあそのままブログにこれアップしてますから、ブログの下に、まあ匿名で全然構いませんし、メールアドレスは全然公開されませんから大丈夫ですので、えー、匿名にしていただければ、いくらでも、何ですか、意見を述べられますんで、 ご自分で何らかの意見がある場合は述べていただくことが、まあ、こちらとしては、ね、ありがたいので何、まあ、かセミナーをねらなるセミナーをやるときにはそれうご意見として、えー、取り入れていきたいと思っていますので、まあ、まずは簡単なのがアンケートなんでぜひともアンケートに答えていただきかつ何か言葉言いたいことがおありになればこのブログの下のところに、えー、記載していただきたいと思っています。 本日はありがとうございました。一郎でした